第二次世界大戦ノルマンディ上陸作戦パリの解放第二次世界大戦におけるパリの解放とは1944年8月19日から8月25日に行われた戦いである西部戦線とフランスの歴史における大きな節目であった1944年6月6日にノルマンディ上陸作戦が行われて以降占領者である ドイツ軍とその傀来、BC 政権に対するフランス国国内のレジスタンス運動の動きはさらに活発化した。北アフリカのアルジェに位置するフランス共和国臨時政府は独自の軍隊であるフランス解放軍及びレジスタンスの統合組織全国抵抗評議会とその参加の内地フランス軍を支配下に置いていた。しかし全国抵抗評議会は 右派から左派までの寄り合い状態であり、一枚岩の組織ではなかった。臨時政府の代表であったシャルル・ド・ゴールは、戦後における自らの影響力を確保するためには、臨時政府による早期のパリ解放が不可欠であると考えており、全国抵抗評議会に参加している左派勢力主導の解放は望んでいなかった。ド・ゴールは連合国軍ヨーロッパ戦に行き、 最高司令官ドワイトデ D ・アイゼンハワー大将にパリ攻略を急ぐよう何度も要請したが、アイゼンハワーの司令部はドイツ軍の抵抗が強固であると予想されること、占領した際のパリを休養する物資が膨大なものになると予想されること、BC 政府の退陣を待ってフランス国民が臨時政府を受け入れる用意ができるのが望ましいことなどを理由にパリを一部部隊で包囲するにとどめる計画であった。 8月19日には、アメリカ軍第3軍第15軍団第79、ガ団が、セーヌ川のほとりにあるイブリーヌ県、マントラジョリーに到着した。ドイツ側では、相当アドルフ・ヒトラーは、パリの疾患は、フランスの疾患であり、ドイツの敗政の象徴とみなされるとし、8月7日に、ディートリヒフ,フォン・コルティッツ不評大将を、パリ防衛司令官に任命した。8月11日にはヒトラーは、 個人的理由からパリに架か,かる橋をすべて爆破した上で、最後の一兵まで戦うよう命令を出したが、コルティッツ大将は、市内での防衛が無意味であり、パリ外周での防衛に止めるべきと考えた。当時の上官である、西方軍集団、ギュンターホン・クルーゲ元帥もこれを承認した。連合国軍の進軍経路、ホン・コルティッツ一方パリでは8月15日に、パリ地下鉄、 フランス国家憲兵隊、警察が翌16日には郵便局員がストライキに入った。8月18日にはゼネストがパリ全域の労働者に広がった。8月19日午前7時、パリ市内のレジスタンスが放棄を開始した。放棄を主導したのは内地フランス軍であり、総兵力は2万人であったが、装備は劣悪であった。対するパリ防衛司令官、 コルティッツ大将を率いるドイツ軍も2万人の兵力を持っていたが、兵員の大半はパリ市外に出ており、市内にいるのは5から6千人であった。レジスタンスは12の区役所、郵便局などの施設を占拠して三色機を掲げ、してしまのパリ警視庁本部では、警察官が放棄して、これに応えたが、午後になると装備に優れたドイツ軍の攻勢が開始され、 レジスタンスの拠点は徐々に孤立していった。コルティッツ大将は翌日の日ので30分後に鎮圧しようとしていたが、午後7時に中立国スウェーデンのラウル・ノルドリンク総領事が死傷者収容のための休戦を提案した。コルティッツ大将は内地フランス軍らレジスタンスはボートであって休戦の対象となる抗戦団体ではないとしたが、戦闘を停止して内地フランス軍を 交戦団体扱いし、一部管轄地域を渡すという了解に合意した。休戦期間は当初1時間とされたが、夜には無期限へと変更された。コルティッツ大将はレジスタンスに内部対立があることを知っており、休戦期間を設ければレジスタンスの団結が瓦解すると考えていた。内地フランス軍も休戦に合意したが、翌8月20日午後には一部の兵士が、 ゲリラ的戦闘を再開した。コルティッツ大将は、ノルドリンク総領事を通じて、攻撃を停止しなければ、パリを空襲し、本職に与えられたパリ破壊命令を、最大限に実行する用意があると警告した。ヒトラーも、パリの被害を考慮せず、死の内外で戦うべきであると、西方軍集団司令官、バルター・モーデル元帥に命令した。内地フランス軍は、 連合軍の早期到着が必要であると考え、ガロワ少佐とノルドリンクの弟、ドルフを中心とする二つの連絡班をアメリカ軍前線に派遣した。その間に連合軍はパリ周辺の攻略を行い、8月21日にはパリ南方にあるルビーエ、ムラン、モントローシュリーコールルイコールジャルドへ向かい、最終的にパリ東方にアルサンを占領した。そのため、 モーデル元帥はパリ防衛が不可能であると考え、パリの東と北で防衛する計画を受信した。しかしヒトラーはこれを退け、パリの東ではなくパリで防戦するよう命令した。ドコールは8月20日にアルジェを立ってノルマンディに到着し、アイゼンハワー大将に臨時政府指揮下にあるフランス第二機構師団をパリに進軍させるよう要請した。アイゼンハワーは 要請を受け入れたものの、時期については明言しなかった。8月21日にドゴールはアイゼンハワーに所管を送り、連合軍のパリ派兵がなければ臨時政府の権限で、第二機構師団をパリに向かわせると声明した。さらに、第二機構師団のフィリップル・クレール少将は独断で、パリ派兵を決断し、アメリカ軍には秘密で準備を開始した。翌8月22日、 内地フランス軍が派遣したガロワ少佐の連絡隊がアメリカ陸軍のマール・ブラッドレー大将がいる第12軍集団司令部に到着し次の内容を告げたしかしこの情報は事実とは異なっておりド・ゴールの側近の工作による完全な嘘であったド・ゴールとの交渉でパリ新軍もやむなしと考え始めたアイゼンハワー大将と 第12軍集団のブラッドレイ大将はこの情報を、信じ、第12軍集団の指揮下にある、アメリカ軍第1軍第5軍団を向かわせることにした。第5軍団にはフランス第2機構士団も所属しており、そのための配置であった。イギリス軍のバーナード・モントゴメリー大将にも、部隊派遣要請があったが、指揮権の問題で、アイゼンハワーと確執があったモントゴメリーはこれを、拒否した。 第5軍団司令官レナード・ T ・ジロー少将は、パリ進撃部隊を2つに分けた。ドイツ軍の狙撃兵に備えるフランス軍、第2機攻士団の兵士パリ入場は、あくまで第2機攻士団が先に行うことになっていたが、アメリカ軍の貢献も示すために、第38機兵中隊も同行することとなった。両軍は、最終目的地で一旦停止し、ドイツ軍の抵抗が警備である場合のみに、 パリ市内に入ることと決められた。軍の出発は当初8月22日中に行われる予定であったが、第2機構士団の集結準備に手間取り、8月23日午前6時30分に進軍が開始された。両軍の進軍は至ってスムーズであり、フランス人による熱狂的な歓迎を受けるのみであった。北方部隊の目的地への到着予定時刻は24日午前5時10分。 南方部隊は二十三日午後八時五十五分であった。一方パリでは内地フランス軍と防衛軍による散発的な戦闘が続いていたが、おおむね急戦は維持されていた。しかし午前十一時、コルティッツ大将のもとにヒトラーからパリの防衛、暴動鎮圧を命じた上で、パリは廃墟以外の姿で敵に渡すべきではないという、いわゆるパリ廃墟命令が到着した。 コルティッツは、モーデル減水に命令遂行が不可能であると、上申したが、モーデルは、相当命令は一部でも実行しなければならないと、命令した。同日正午過ぎ、BBC で、パリ解放の臨時ニュースが流れた。間もなく誤報であると訂正されたが、これは、連合軍の進軍を督促するための内地、フランス軍ドン本部による工作であった。 ドイツ軍からの攻撃を避け自走砲の脇に隠れるパリ市民しかしその頃北方部隊の進軍はフランス人や新聞記者の歓迎で遅れベルサイユの到着予定の23日午後8時55分にランブイエ到着がやっとであると連絡が入った北方部隊の到着と同じ頃のゴールもランブイエに入りルクレール少将と今後の進軍計画について会談した ルクレールは独自の偵察からベルサイユに向かうよりリムールの東アルバジャンに向かった方がパリに向かいやすいと命令を無視する意向を伝えドゴールもその方針を指示した。しかしこのルートは南方部隊の進軍経路を横断する形となっており8月24日の午前7時頃には南方部隊と交錯して大渋滞を期かした。その上 ルクレール部隊が向かったアルバジャンとパリの間にはドイツ軍の強固な防衛陣地があったため激しい抵抗を受けた。そのため第二機構次第がパリ進軍機関に出した損害の大半はこの日のものであった。またフランス人による激しい歓迎も変わらずこの日の進軍は北方部隊に属する第二機構次団主力が15マイル。 南方部隊に属する第2機構士団の一部が12マイルと、花だ短いものであったが、南方部隊側はパリまで3マイルに迫っていた。自郎少将はルクレールに、やる気がないと判断し、第4不評士団のパリ入場許可を要請し、了承された。しかしルクレールはその間に、戦車3両、走行機動車5両からなる、パリ突入部隊を派遣していた。突入部隊は、 パリ南部のイタリア門とオルレアン門の間からパリに入場し、午後11時55分にパリ市庁舎前に到着した。ラジオはルクレール師団の入場を伝え、ノートルダム大聖堂の鐘が打ち鳴らされた。しかし、パリ市内のドイツ軍は健在であり、外周防備部隊も帰還してきていた。そのため街頭に出ていた市民は再度筆測することになった。 ノートルダム G 前に進出したフランス軍の自走法、連合国を歓迎するために街頭に繰り出した、パリ市民頭を刈られ、引き回される親ドイツの女性たち連行される、ドイツ軍将兵8月25日午前0時、アメリカ軍第4不評師団司令官、レイモンド・バートン少将は、第12不評連隊に、パリ進出命令を出した。ルクレル少将も、第機師団の本を3つに分けて、 市内に突入させた。各部隊はドイツ軍の抵抗と市民の激しい歓迎に合いながらも午前11時30分にはアメリカ軍第12不評連隊がパリ南東部を占拠しフランス部隊もエトアール広場ブルボン宮殿に到着した。フランス部隊のち右翼を進んでいた一体はドイツ軍の司令部があるオテルムーリス近くに進出し コルティッツ大将に降伏勧告を行ったが、この時点では受け入れられなかった。正午、エッフェル塔の頂上にシーツで作った三色機が掲げられた。この旗を掲げたのは1940年6月30日のパリ陥落の日にハーゲンクロイツ機を掲げるため、三色機を下ろすことを命じられた消防士であった。同時刻、内地フランス軍部隊200人が、 オテル・ムーリスの攻撃をはじめ、コルティッツ大将も降伏を覚悟し始めた。しかし、コルティッツ大将は、正規軍である、連合軍に降伏することはあっても、内地フランス軍に降伏することはできないと、考えていた。午後1時、パリの状況に苛立だったヒトラーは、パリ廃墟命令が実施されているか、最高司令部作戦部長、アルフレート・ヨードル大将に質問した上で、 ブレント・パリと3回にわたって叫び、長距離砲や V1 飛行爆弾、空襲など、あらゆる手段で、パリを灰にするよう命じたが、結局外部からの焦土作戦は実行されなかった。午後1時10分、ホテル・ムーリスの玄関に、フランス軍のアンリ・カルシェ注イら4人が乗り込んできた。正規軍と遭遇したコルティッツはこれを幸福の機会と、考え、参謀を通じて、カルシェ注イに、 自分の部屋に来るよう伝えた。カルシェ中尉は司令官室に乗り込むと緊張のあまり、ドイツ語を話せるか、と、ドイツ語で叫んだ。機関よりいくらか上手だと思うと答えたコルティッツは、降伏する旨を伝え、司令部員は武装解除した。コルティッツらはルクレールが、司令部を置いたパリ警視庁に護送され、降伏文書を提示された。しかしその文書にあった、ルクレールの肩書きは、 フランス共和国林政府パリ軍政司令官、第二機構師団長であり、連合国軍ではなかった。するとその部屋に、内地フランス軍、イルドフランス地域県大将のアンリ・ロル・タンリー大佐と、内地フランス軍に属する軍事行動委員会、共産党代表モーリス・クリーゲル・バリモンが無理やり、入室し、ロル大佐にも、幸福文書調印資格があると主張し、ルクレールと交渉し始めた。 ルクレールと二人の交渉はしばらく続いたが、結局ロル大佐の調印参加が認められ、午後3時30分に降伏文書は調印された。コルティッツが降伏命令を各部隊に発出したことで、パリ市内のドイツ軍部隊は午後7時35分までには、ほとんど降伏し、ブローニュの森にいる2600人の部隊を残すのみとなった。ドイツ軍降伏を知ったパリ市民は、 占領機関の有力者やフランス民兵団、BC 政府やドイツへのコラボラシーン狩りに乗り出し、次々に対象者への暴行や殺害を行っていった。また、ドイツ軍将兵の愛人であったりするなど、ドイツ軍に近しいフランス人女性は、髪の毛を丸刈りにする、裸にハーケンクロイツを描か,かれる等の死刑を受けて、晒し者にされた。 さらに降伏したドイツ軍将兵に対する暴行や殺害が行われたほか、ドイツの協力者と誤認されて暴行などの被害に遭う市民も多数おり、権力の空白期間が生まれたことで、警察機能がなくなっていたこともあり、興奮した市民による混乱はしばらく収まらなかった。また、パリ市内に入場したフランス軍とアメリカ軍を中心とした連合国軍部隊は、 解放を喜ぶパリ市民から熱狂的な歓迎を受け、シャンパンやワインなどの飲食の提供のみならず、老若男女からの抱擁やキスを受けることとなった。外戦門前でパレードを行うド・ゴールド・ゴールは、降伏が成立した後の午後4時半ごろに、陸軍省に移り、ホテルド・ビルで臨時政府の機関と解放を伝える演説を行った後に、翌日の外戦パレードを計画した。 さらに、英米軍に対して、将兵の参加要請を出した上に、パレード終了後は、第2機構師団を、連合軍の編成から外すと通告してきた。第5軍団の自労少将は激怒し、第12軍集団司令部からパレード参加の禁止と、前線への前進命令を受け取って、ルクレール少将に加盟した。しかしルクレールは、政府の元首である、ドゴールの方針に従うと伝え、 ドゴールもパレード実施を強行した。8月26日には、パリのシャンゼリゼ通りで、第2機構師団を中心とするパレードが行われた。しかし市内には、なお、ドイツ軍の狙撃兵が残っており、時折、銃弾が飛来して市民が慌てて地面に伏せるような、事態も発生した。29日には、アメリカ陸軍、第28不評師団によるパレードが行われた。この時には、 警察機能が回復するとともに、市民の興奮、混乱も収束し、パリ市内はすでに安全な状態となっていた。自由フランス軍とアメリカ軍の車両がパリの道路を進むと、喜びに満ちた群衆が彼らを歓迎した。以後、毎年8月25日には、パリ解放を記念する式典が開かれる。2004年の60周年記念式典では、 ホテルドビルの外で音楽に合わせて、道で踊る、人々の間を、当時のフランス軍と、アメリカ軍を表す2種類の装甲車両による、軍事パレードが行われた。1943年8月1日に自由、フランス軍と、北アフリカのビシー政権軍が合併している。パリ警視庁はこの功績により、同年10月12日にレジオンドヌール勲章に、 除されている被害にあった女性のすべてが、ドイツ人と性的関係を持っていたわけではない。ありがとうございます。